はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、ブラウザーの比較ということでですね、主要ないしは主要ではないブラウザーも含めてですね、ここに用意いたしましたので、それらの比較をやっていこうと思うのですが、1回目にね撮った時長くなりすぎちゃったので、ブリスクとかブレイブとか、まあ、オペラデベロッパーとかスレイブネルとかコリブリとか、あとはヤンデックスとか、そこら辺のブラウザーはもう排除して、今回やるのはですね、サファリ、オペラ、オペラネオン、クローム、ファイアフォックス、そして、私の本命ビバルディ、だけに絞っていこうと思います。それではね、早速比較していこうと思うんですが、まずね、比較ポイント第1がですね、このコンパクトさですね。コンパクトさ1位がビバルディというか、まあ、正直言うとこれは設定で一番小さくした場合の話なんですけど、ビバルディで、2位がサファリで、3位が、ファイアフォックスで、4位がオペラ、5位が、クロームで、6位が、まあ、こいつはもう番外ですけど、オペラネオンですねって感じです。で、でもそのトリッキーなのがサファリをですね、これタブがね2つ以上になってくるとこう大きくなるっていう、なんかこう意味のわからあ、サーバーの存在意義じゃなくてですね、私がペーストしたかったのはこれなんですけど、こういう風にねサイズが大きくなるっていう問題をはらんでおります。で、これ詳しくはいきませんけど、スレイプニルですね、この広げた状態だとスレイプニルよりは負けて、縮めた状態だとスレイプニルより小さいっていう、なんかややこしい存在なんですけれども、サファリは、まあそこそこちゃんとね、タブもあり、 URL バーもあり、タブもありですね。 URL バーもまあ一応フルの、コラプスはしますけど一応フルのものがあるブラウザーにしては小さいと言って過言、ま、でも大きくなると Firefox と同じか、もしかしたら負けてるかもしれませんね。でもまあコンパクトの方ではあると思います。で、そこで、まあ、ただ単に勝者はねビバルディとしてしまうのは簡単なんですが、ビバルディね、せっかくなんで設定からですね 100% に戻してみましょう。このアピアランスはですね、今 50% なんですけれども、 100% に戻してあげるとこんくらいの大きさですね。っていうのは、Firefox とかよりも大きいんですね、実はね。もともとのビバルディは大きくて、おそらくね、このこれは Chrome よりは勝ってますね。 Opera と同じぐらいなんだと思うんですけど、そうですね、オペラがここだからちょっと隣に持ってってあげて見てみましょう。そうですね、オペラよりは微妙に小さいかな。まあでも同じくらいです。ということで、まあちゃんとコンパクトには作ってあるんですけど、それをさらに設定で、まあ、大きくもできますし小さくもできる、まあ、この時点でね、もうビバルディの優位性が見えてくるんですけど、設定がかなり細かくできるんですね。っていうのは置いといてですね、また最後に戻ってきますけども、次に大切なのが CSS や HTML の対応度合いとかですね、画像フォーマットへの対応度合いなんですけども、これサファリね、まず最初に見てもらって分かる通り、これ背景がないんですね。これ実は背景をですね、同じウェブサイトなんですけれども、背景をですね WebP っていうフォーマットで設定してるんですね。ですからサファリだけはね、この WebP が、まあ、だけかどうか分かりませんけど、他にもあるかもしれませんけど、サファリは WebP が開けないということで白くなっちゃってるんですね、まあ、そういった問題があるということと、あと、まあ、Firefox にも問題があって、たまに CSS のですね、位置指定がですねずれることがあるんです。 Firefox でこの同じサイト開くとずれてますね。本来ならこの青いのが重なって表示されてるのに、Firefox でずれてしまう。 Chrome ではそんなことはないと、 Chrome じゃないですね、これはオペラですけど、ないと思います。あれ、うん、ちょっと遅いですけど、 Opera ではないですね。 Chrome でもおそらくないと思うのですが、これノーカントリーダイレクトでやった方が、ここからやった方が早いかもしれませんね。そうですね、きっちりしてますね。はい、ということで CSS はですね、たまに、まあたまにじゃないですね、サファリはよく
で Firefox たまにずれることがありますけど、正直言って Firefox の場合はコーディングミスと言った方がいいかもしれませんね。使ってる人が多いので。でサファリも使ってる人は多いですけど、仕様がかなりとんがっているので、ちゃんとこう対応するコーダーも、まあ、ほとんどはしますけど、しない人もある一定数はいますね。でこれですね、これ CSS と HTML だけで組んでるやつなんですけど、こういう風に変な挙動を示してしまいますね。本来であればですね、本来がどんな感じかと言いますと、あれ、はい、本来はこんな感じで動くんですね。この元あった画像というか背景が真っ白になって全画面表示される、セレクトした写真が全画面表示されるというのが元々の動き方なんですけど、同じサイトだった方が分かりやすいね。サファリだと、まあ、ちゃんとここに表示されるっていうのはやれてるんですけど、全画面表示がされないという感じです。で Firefox はいけますね。 Firefox いけて、Opera ももちろん多分いけると思います。そうですね、いけますね。で Chrome で、 Chrome でいけないようなサイトはね、もうコーディングミスですという感じで、 Opera Neon がですね、なぜか Opera はいけるのに、Opera Neon ちゃんがですね、ダメなんですね。これは不思議なことなんですけれども、 Opera Neon ちゃん、サファリと同じ感じでいけません。そこも大切ですね。 CSS や HTML、また画像フォーマットへの対応度合いでいくと、もう Google Chrome が一番です。で、Vivaldi は Google Chrome と同じエンジン使ってるので、Vivaldi も OK。で、次に Firefox。たまに CSS の設定がずれたり、フォントのウェイトがずれたりしますけど、まあ、Firefox まではそのコーディングミスということで許されます。Safari は微妙です。本来は使ってる人が多いので、特に Mac ではね、まあ、Windows で使ってる人が全くいないっていうのは問題なんですけれども、まあ、入りませんからね、もともとね。Mac ではメジャーなのにもかかわらず、たまにコードが対応してないことが多い。たまに多いっていうのは日本語としておかしいけど、たまにあるっていうのが問題ではあります。次ですね、速度なんですけれども、まあ、速度の比較はですね、他のなんかこうまとめサイトみたいなところでよく書かれてるので私しませんし、環境によっても違いますし、やることによっても違いますけど、まあね、某所からの引用で、概要欄にどっから引用したかっていうのはちゃんと書いておきますけれども、速さはこんな感じらしいです。サファリは計測されてませんね。ですが、まあ Google Chrome が 86.4、まあ、このくらいあれば全然十分ですね。で、オペラが一番速いらしいです、87.7 で、エビバルディがなぜかクロームより速く 87.0 ということらしいです。で、Firefox がそんなにね、良くないらしいですね、 65.2 なんですけれども、まあ、Firefox はもともとその非力なパソコンでも動くようにっていうのを目的で設計されて、コードも軽くしようっていうのが、まあ、オペラもそうですけどね、コードをできる限り短くしようっていうのがモジュラー、Firefox と、オペラのコンセプトなので、この2社に関しては非力なコンピューターでもこのぐらいのスピードが出ると考えれば、そこまで悪くない数値なのかなと思います。で、特にオペラが素晴らしいですね。非力なコンピューターでも動きやすいにもかかわらず最高速度も出るということで、速度だけで言えば、まあ、オペラ、ないしはビバルディ、まあ、ここら辺は誤差ですけどね、オペラ、ビバルディ、クロームなんかは、まあ、問題なく使えるんだと思います。まあでも言ってはっきり言ってFirefox ぐらいでも全然余裕で使えますけどね。で次ですね、安全性、更新頻度、なんですけれども、コード自体のコード特有の安全性っていう意味で言うと、おそらく Google Chromeとか Firefox とか Opera っていうのがまあいいと思うんですけれども、 Firefox はですね、オープンソースなんです。オープンソースだから、たまにニュースで重大な脆弱性が発見されたみたいなニュースが大きく出たりしますけど、それはまあ裏を返すと脆弱性が発見されやすくて対応もされやすいってことなんですね。オープンソースですから、誰でもこう見ることができて、報告することができて、でそれ改善もできるっていう意味では、ある意味で確かになんかニュースになって怖いっていう人もいるかもしれませんけど、裏を返せばそれは安全であるということである、安全であるということだとも言えなくはないということですね。で Google Chrome もやっぱり使ってる人が一番多いので、単純にそのハッキングの標的にされやすいっていう側面があるんですね。
まあ、コード自体の特有の安全性は高いですけど、まあ、それに比べてハッキングを試みる人も多いので、まあ、どちらとも言えない感じですね。オペラがちょうどいいんじゃないかって思うのは、まあ、使ってる人人口がですねシェアが少ないので標的にされにくい上にちゃん と、コードは結構ちゃんとしたところで作ってるので、まあ、もっと小さい変なブラウザーとかよりは安全性固有の安全性も高くて、ハッキングの試行回数も試行量も少ないということでありますね。でサファリもアップルが作ってるんで固有の安全性高いですし、Mac でしかも OS もね限定して配布されてるのでかなり固有の安全性が高いと言います。で、Windows では、ま、もうゼロなのでシェアがそういう意味ではそのハッキングの試行回数も減ってくるので Google Chrome なんかよりはね、そういう意味でも安全かと思います。でビバルディですね。ビバルディが結構ちょうどいいんじゃないかと、まあ、個人的にかなりビバルディ推しなんですけれども、シェアがもうダントツで少ない上にですね、オペラの後継者の人が作ってるのでオペラと同じもしくは同等以上のセキュリティがあるんじゃないかと。まあ詳しいことはねセキュリティなんていうのも変動するものですから確実なことは言いませんけどね悪くはないと思います。で、次でね、まあ、セキュリティと更新頻度ですね。更新頻度に関してはビバルディ素晴らしいんですね。ビバルディ素晴らしくて、まあ、サファリはまあそんなにちまちま更新するという感じではないですけれども要所要所でちゃんと、まあ、もちろんアップなのでやってくれますし Firefox は先ほども言ったようにそのバグがすぐ見つかってすぐに対応するっていう制度ができてますし、オペラも定期的な感じですね。Chrome はもちろん Google なんでいい感じでやってくれますということで、まあ、私が今紹介しているようなブラウザーはちゃんとやってくれますね。でオペラネオンはディスコンです。ディスコンティニューしちゃったのでもうこれは遊びみたいなんでちょっと消しましょうかね。はい、すいません消しちゃいました。で次ですね、特定ページを指定できるか、あ、特定ページを何にっていう感じですけどニュータブを開いた時にこういうなんかなんていうんですか、ブラウザ固有の スピードダイヤル、ホーム画面、メニュー画面みたいなのに行ってしまうと思うんですけれども、それをこういうふうにですね自分の指定したいところに指定できるか、サファリの場合はこの画像を読み込めないという重大な問題がございますけれども、ビバルディの場合は余裕でできるんですね。で、それがですね、Firefox、オペラでももちろんできるんですけれども、なぜか Google Chrome がですね最新のバージョンでできなくしてしまったんです。で、まあそれもプラグインで一応リダイレクトするようにすればできるんですけど、これがですね、スタートアップの時にスペシフィックページを、指定することができるんですけど、多分タブがですねニュータブの時には必ずその Google の作ったウェブページに飛ぶようになっちゃったんだと思うんですね。でそれを、外部のプラグインを入れて制御するっていう形を取らなきゃいけなくなったので一つめんどくさいのが要素が増えてます。まあ、そういう意味でちょっと Chrome ネガティブ点がありますね。で次にサーチバーですね。私かなりサーチバー対応するんですけれども Google Chrome はデフォルトではないですね。もしかしたらなんかトゥイーキングすれば入るのかもしれませんが、ないです。でオペラも多分ないんでしょうかね。ここら辺はちょっとオペラについて詳しく設定詳しく掘ったことがそんなにないのでわからないんですけど見た感じないですよね。これサーチエンジン、そうですね、やっぱり URL バーからやる感じだと思いますから、まあ、オペラもないんでしょうね。で、Firefox ありますね。 Firefox ありますし、ビバルディもありますね。サファリはもちろんありません。多分サファリの場合は設定すらできないんじゃないかなと思います。そうですね、もうサファリの場合はこの形で決まっちゃってますからね。でどういう時に使うかっていうと、例えば論文とか書いてる時にここら辺から引用したいっていう時にプレーンテキストとしてペーストする時に、まあ、そういうコマンドとか覚えてればいいんですけど、ちょっとめんどくさい時はここに一回ペーストしてセレクトオールでどっかにペーストするみたいなことをよくするんですね。で
その時に URL バーでやってもいいんですけれども、例えば Chrome でですねそれやっちゃうとですね、これでセレクトしてどっかにペーストしました、ペーストしたとして、じゃあ URL を最後にね、出典はどこでしたか、出典という感じでね、URL を載せたいと思っても URL がね見当たらなくなっちゃうんですね。リロードしなきゃいけなくなっちゃうんです。だそういう時に、このビバリディとかね、Firefox でやってると、ここでコピーして、ここにペーストして、またコピーしてプレインテキストに直して、こうして、で出典と打ってかこう打ちます。それで、ここですね、もちろん URL 残ってるのでここでペーストできると、もう完璧なワークフローが出来上がるのであります。というのが個人的なかなりニッチなニーズでございましたけれども、サーチバーの存在意義というものであります。でね、まあ、確かにサーチバーがあるとこうね、ただ単純にデザイン的にこう表示する要素が多くなるのでごちゃごちゃとはしますけれども、その点ビバリティは全くごちゃごちゃせずにできている、実現できているという意味で、まあこれもビバリティ推しの一つの理由なんでございますけれども、そんな感じです。で、もう一つですね、 URL バー、やタスクバーあのですね、タスクバーじゃないわ、タブバーですね、ごめんなさい、タブバーの、存在そのものがまず存在してるかどうかですね。サファリの場合タブバーがまず存在してない、で存在させようとすると大きくなっちゃうっていうのとか、あとまあ今出してませんけど、このコリブリですね、コリブリっていうブラウザーはタブの概念がないんで、あの多タブブラウザーじゃなくて一つタブブラウザーなんで、ですね、他のページに行こうとすると、その時には一つ目のやつを諦めなきゃいけないっていう、そういうブラウザーです。まあそういう意味でやっぱりタブはあった方が普通便利ですよねっていう、複数タブブラウザーの方が便利ですねっていう話とですね、あともう一つはこのそれを非表示にもできたりするとね、 URL とかねできるんですね、ビバルディは。他のブラウザーはね多分できないと思います。で、できたとしても、多分できないと思います。まあ、できるよっていう反論があれば教えてほしいんですけれども、ビバルディの場合はこのジェスチャーにも加えることができて、かなり自由にね、でブックマークもできるんです。ブックマーク閉じて、URL 閉じて。っていうのを今もうマウスだけで今やってるんですけど、で下にもですね、なんかコントロールバーみたいなのが出てくるんですけど、これも小さくて見えないかもしれませんけど、これもジェスチャーでできるんですね。そういうあのデザイン的なトゥイキングが簡単にできるという面でも、ビバルティがもうこの中で抜きん出ていると思います。で、あともう一つジェスチャーの使いやすさっていうのがあるんですけど、 Firefox ジェスチャーなくて、 Safari もなくて、 Google Chrome もないんですけど、まあ、一番最初にジェスチャーで有名になったのが Opera ですね。で、あと、まあ、スレプネルとかも有名なんですけど、スレプネルは他の部分がちょっとダメなんで、あのね、論外とさせていただきますけれども、Opera のですね、このショートカットのジェスチャーっていうところをやるとですね、もう決まっちゃってるんですね、オペラの場合。その点もちょっとあれなんですけど、決まったものから使っていくって感じで、でこの反応の精度というか反応の感じもですね、そんなに私個人的には使い物にならなかったっていう感じなんですね。でスレイプリーのも同じ感じで、上からなんかこうスワイプしていくとなんか戻ったりとかあるんですけど、反応が個人的にはもう使い物にならないという感じなんですが、でも諦めてたんですが、2016年かなんかにですね、このビバリディが出てきてですね、もう私仰天しましたよ。初めて使い物になるマウスジェスチャーっていうのを、しかもここで設定できるんですね、自分で一つ一つかなり細かく。例えば一つ増やそうと思ったら、ちょっと見えにくいんで、今だけアピアランスを 100% にしてますね。私は見えてるんですけど、多分録画したやつだと見えにくくなるかもしれませんけど、分かりませんが、マウスにね、ジェスチャーでこうプラスして、これだけの項目ですね。
何個あるのかもう数えたくもないぐらいの多さですけど、これだけの項目があって、でそれを例えばじゃあニューウィンドウ、ネクストでニューウィンドウはこう N にしましょうってやると N でいけるようになるんですね。まあ、すでにもう取られてるんですけどね。で例えばここで N を書くとニュータブが出てくるんですね。最強ですよね。で、ここで R を書くとですねリロードされるんですね。リロードリロードリロードされるんですね。そういう風に使える、初めて使える、マウスジェスチャーが出てきたということで、私はもう感動してですね、しかもセンシティビティがね設定できるんですね。25ピクセルで動かすのか、100ピクセルで動かすのか、5ピクセルから100ですね、設定の範囲は。私はなんか25ピクセルが良かったということなんで、こんな感じにしています。でまああとはまあいろいろ細かい設定もあるんですけど、例えばこのサーチエンジンのところでですね、WS と引いてからタマビジネス大学なんかをクリックしてあげると、この Wikipedia サーチでタマビジネス大学を検索してくれたりですね。これじゃあ Google サーチでタマアートユニバーシティっていう風に言ってあげると、 Google サーチでタマートユニバーシティを検索したりしてくれるんですね。そういったね細かいところの気配りもできていてですね、アドレスのビヘイビアとか、まあ、このビバルディのこのビバルディ優位性みたいなのをね論ずるのはまた今度別で一つ動画あげようと思いますけど、まあこんな感じでビバルディっていうのはもう膨大な設定がありつつ、 Chrome にできることはもうほぼ全てできて、プラグインも共通で、さらに Chrome より早いっていうね、そういう意味で Chrome のサブというか、まあ、メインにしちゃっていいと思いますけどね、 Chrome を使ってる人は絶対ね、ビバルディ入れちゃっていいと思います。損はしないです。で設定の項目が細かすぎてわからないよっていう人は、まあ、入れて使わない分には損ないですよね。早いんですから、 Chrome より早いんですから損はないので、まあビバルディ入れて、で設定はそのままでもうデフォルトのままで使う分にも得しかないっていう、もうこれを選ばない理由はないですね。まあ、一つだけなんかこうウィキペディアで調べてると、あのウィキペディア情報ですからそんなに信憑性ないですけれども、ビバルディはなんかこう不安定だみたいなことを言ってるんですけども、まあ、確かに昔はですね、出たての頃は2016年とか7年の時は、クラッシュもしましたけど、今はですね、今バージョン何かな 3.2 とかだと思うんですけど、まあ今は 3.3 私は入れてますけど 3.4 が出てるんですね。でここら辺だとねもうほとんどね、ほとんどクラッシュなんかはしませんね。かなり安定してきた印象です。で、まあ、先ほど見ましたけどアップデートも結構、頻繁にというか、まあ、めんどくさくなるほど頻繁ではないんですけれども、適切な感じでねやってくれますし、あと利用者数も少ないんで、改善の要望とかをね出すと、すぐに比較的すぐに対応してくれるっていう面でも、もう本当にねコミュニティが良いですね。コミュニティとしても良いというふうに私は思っております。そんな感じでですね、ビバルディの紹介ではなかったんですけれども、各ブラウザーの比較をですね終わろうと思います。まあ個人的に順位を決めるならサファリはちょっとやめた方がいいと思います。で、まあ Firefox はいいと思います。 Firefox はいいと思いますし、 Opera、 あで言い忘れてましたけど VPN がいいんですね。これは Opera VPN コネクトしてこうアジアとか、あれ他ができないな、あ今コネクションがの問題ですね。アジア、ヨーロッパなんか、ノースアメリカとかいろいろ選べてVPN が使えるという点では非常に良いですね。まあ、安定もしてますし、早いですしね、セキュリティもちゃんとしてるっていう意味ではオペラ良いと思います。ですがまあ個人的なプレファレンスとしてはビバルディがやはり1位かなという印象でございますね。
まあ、そんな感じでこの動画ちょっと締まりが悪いかと思いますけれども、Google Chrome からの脱却を目指している人にとってはこの3つですね、参考になったら良いなと思います。それではですね、ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。さようなら。